プラスティック、巨大な防爆扉があって進めない。あら、待ってて。ほら、すごい、本当に機械の精霊みたいね、プラスティック。下では大量のエネルギーが消費されてる。もちろんデータ通信量も相当よ。周波数パターンが新しいセキュリティ拠点にそっくりね。繋がってるのかも。リフレクションの設計図を詳しく調べてみた。基本的なアルゴリズムは私が生まれる以前のもの。まさに芸術ね。ここはかなり深いわね、プラスティック。そう言ったでしょ。複合企業が是が非でも隠したいものがあるに違いないわ。着いた。なんて巨大なの。新しいアンテナの目的が分かったわ。あれはリフレッションの未来。この全く新しいグリッドは注入されたものの全員をつなげる。聞けば聞くほどリフレクションが嫌になる。同感ね。リフレクションに干渉する装置を開発したの。これで私のところに信号は届かない。そんな簡単に？もちろん。周波オルガネーターを計算で割り出しただけ。プラスティック？ええ。ベイ、聞こえるか？スレベルはイザベルを地上のセーフハウスに移送してる。妹さんはここじゃ呼吸が難しい。前に問題を抱えてる。一緒に行くつもりだが、リカロス？リカロス聞こえる？プラスティック？自力でやるしかない。
子のやつ驚いたわ。見覚えがあるわね。私はアリン・ミーラ、リフレクションの主任科学者だったわ。でもいろいろ詮索しすぎて、あなたが設計図を盗んだときクルーガーに捨てられたの。わからないわ。どうしてみんなリフレクションに必死になるの？ただの接続方式でしょ。一度侵入されてしまったら、複合機能に追跡されるだけじゃなく、個人の感情まで干渉されるのよ。自由な考えを持つことできない。クルーガーの20年代の野望よ。あなたのお母さんのアルゴリズムを奪ったって嫌いね。ねえ、私をここから出して。近くに解放スイッチがあるはず。母さんのことを知ってるの？エリカ、あ、彼女は昔の同僚だったわ。リフレクションがあるのも彼女の研究のおかげ。何しに来たの？仲間を探してるの。名前はノア。あ、1時間ほど前に連れて行かれたわ。きっと尋問されてると思う。ねえ、他の囚人たちと脱走する計画があるの、手伝ってほしい。ええ、解放スイッチよね。どこ？時間がないわ。緊急解放用の端末を探して。ここから出たら助けてあげる。イラつく気持ちもわかるぞ。心からな。フェイス、フェイスはそういうやつだ。そこがいい。設計図はどこだ？さっさとくたばったらどうだ。刺激に反応していないよ。はい、感情が偽物だということをベースレベルで知覚しています。もし正規のエンプロイなら。ではもうこいつに用はないな。処分作業を開始しろ。この施設ごとな。はい、やれ。しっかりして。
冗談でしょう。せっかく助けに来たのに。フェイス死んだわ。クルーガーのせいよ。リフレクションが注入されてしまったら同じことができる。私にもだから阻止するの。ブラックノベンバーの基地に行くわ。一緒に来て。早く行って。いいえ、あなたも。私がおとりになる。地上に戻る。ああ、無事なのね。よかった。ノアは？助けられなかった。そう、クルーガーセックのチームがキングダム上部のトンネルに向かってる。気をつけて。例のランナーを見つけ。司令、手配中のランナーを発見した。間違いなくあの女だ。フェイスコラーを発見。取りかかれ。リフレクションは最悪だ。体中が難しい。聞いたよ。
何があったの？君の妹を上に連れて行く途中、騒ぎが起こった。クルーガーセックに捕まって、何かを注入された後に解放された。君の新しい友人によると、リフレクションだ。そうみたいね。つまり、この作戦はもう台無しってこと。まだ完全に活性化していない。今のところは安全よ。あなた、敵の信号を受信する連中をここに連れ込んで何のつもり？クルーガーセックに襲撃されたいの？話を聞いて、信号はここまで届かない。この子の妹を上に連れて行った途端に届いたみたいよ。数分後にはクルーガーセックが来た。仲間を大勢失ったわ。あなただけじゃない。最初から設計図を渡す気はなかったんでしょう。他の方法で組織に打撃を与えてみせる。絶対にね。奴らの高い塔を崩してやるわ。フェイス、リフレクションを破壊しない限りここから出られない。方法はあるけど設計図が必要よ。プラスティックにあってあの場所なら安全よ。イカロス、案内して。トンネルを使って。君は行った方がいいな。案内する。おい、いい加減にしておけ、貴様は。なんで。よせ。フェイス、来い、ここから連れ出してやる。なぜここにいると分かったの？説明はできるけど、理解できるか疑問ね。いいわ。何が起きたの？あなたのビートにメタグリッドのアクセスポイントを表示させたわ。つまり、そのエリアで私のアクセス拡張を手伝えるってことよ。以前と同じようにね。問題なしよ。手伝うわ。ありがとう、フェイズ。
道元に手を貸せば彼も助けてくれる。
アリーニョ、いいニュースと悪いニュースがあるの。リフレクションを止める方法を見つけたわ、完全にね。そう、でもそれにはクルーガー自身のグリッドプリントがいる。それが悪いニュースよ。私じゃ入手できない。隔離ネットワークに保存されてるはず。それに捕まるのがオチね。状況が変わったらまた知らせるわ。失敗ね。歓迎するよ。私の足を折るつもり？やりたければやればいいわ。自分の始末をつけるんだな。お望みならその後で足を折ってやる。始末をつけろですって？ノアは死んだの。母はリフレクションに関わってたし、妹もクルーガー側についてしまっている。違うのは私だけ。エンプロイたちはリフレクションをかつての友のように歓迎している。新しい世界が来るぞ、フェイス。そこに俺の居場所はない。お前もだ。奴らを止めなければな。リフレクションは止められない。いや、止めることは可能だ。プラスティックとかいうお前の妙な友人と話した。クルーガー個人のグリッドプリントさえあればできるそうだ。そんなの無茶よ。トップランナーでもか？聞いた話だが、クルーガーはビューに部屋を持ってる。そこから奴のネットワークにアクセスできる。クルーガーの部屋に侵入するですって？セキュリティが厳重すぎるわ。お前を買いかぶっていたようだな。下がっていいぞ。待って、何よ。これで終わり？他に何がある？俺の知ってるお前は、たとえあらゆるものを敵に回してでも自分の正義を貫いていた。それも昔の話だ。終わりだ。あの絵を持って消えろ。その辛気臭い顔を二度と見せるな。いつから正義を語るようになったの？利益が一致すればいくらでも。さあ行け。あなたは間違ってる。私は終わってない。証明しろ。ええ。プラスティック、フェイスがビューにあるガブリエル・クルーガーの部屋に侵入したいそうだ。任せて。フェイス、ビートに位置情報を送ったわ。そこからなら奴の個人ネットワークにアクセスできる。グリッドプリントも手に入るはずだ。フェイス、空のショットガンを使って。あなたが接続したらグローブを経由して侵入するから。クルーガーの部屋は番犬よりも侵入が難しい。屋上のヘリポートと地上の正面玄関からしか入れない。それに前みたいに V トールも利用できない。通信プロトコルを変更したみたいで。それには彼女に任せましょう。そうね。お前に任せたぞ。取引のことを忘れるな、フェイス。チームを展開した。
って中に入れる。そこにも警備員はいるけど、避けていけるはず。避ける気もないけど。美術館に行く人の気持ちがわからない。論理的に何の価値もないのに。芸術に論理は必要ないのよ、プラスティック。どうして？そんなものに何の意味があるの？感情を揺さぶってくれる。反応させるのよ。リフレクションと同じね。違う。リフレクションは人工的な感情。芸術は本物の感動よ。やっぱり馬鹿げてて無意味じゃない。ランナー、こっちに来て。
ックを解除したわ、フェイス。裏手にある通用口よ。近づいてる。クルーガーセックの数が多い。避けて進むのが一番よ。いいね、戦わなきゃ。
司令部。中に入れたわ。オッケー。そのまま建物内を進んで最上階に向かって、そこからクルーガーのロビーに行けるはず。図面が正しければだけど。やりましょう。死なないでよ。クマは悲しむから。それと忘れないで、最上階から通用路に進んで。了解。
対応中よ。ロビーであなたを捕まえる気みたい。受けて立つわ。Yeah!
シャフトを通って部屋まで行けそうよ。バカみたい。他のルートがあるはずよ。方法がないみたいだから。いいわ、周りに敵はいない今のところは。よかった、隠れるのにはうんざり。それにクルーガーはこっちの目的には気づいてない。今のところはね。プラスティックは彼に気づかれることなくシステムに侵入し、グリッドプリントをダウンロードできるそうよ。もちろんあの男には絶対にバレない。でもベースには私との連絡が必要よ。うん、素敵。フェイス、クルーガー自身の端末に接続するのよ。図面によれば中にホームオフィスがある。そこを調べて。オフィスを見つけた。ショットガンを設置してグリッドプリントをコピーするわ。ショットガン設置、接続を開始。成功よ、急いで脱出して。フェイス・コナーズ、私の行くところお前がいる。初めて会った時に気づいておくべきだったな。妹とよく似ている。妹は私を覚えてない。洗脳されてる。あの子は私が大切に育て上げた。リーダーに必要な素養を身につけさせるための教育を施した。それが娘を持つ親というものだ。本当の父親でもないくせに両親を殺すだけじゃ足りず、キャットまで奪っていくなんて、まるでおまけみたい。救ったのだよ、お前が見殺しにしたからな。ご両親は不運にも犠牲となったのだ。混迷の時代だった。この目で見たわ。母はあなたに逆らった。だから殺された。
お前の母親は優れた科学者だったが、時代について行こうとしなかった。彼女の死後も研究が生き続けているのは素晴らしいことだ。それでみんなを奴隷にしようとしてるくせに。何も知らない奴め、分かっていないようだな。利己的で視野が狭いお前には理解できない危機が迫っているのだ。お前のせいだ。お前と仲間たちは破壊することしか考えていない。そこで待っていろ。